遠藤実は戦後歌謡界を代表する作曲家の一人である。東京府南葛飾郡、東町に生まれ、杉並区南小木久保一丁目に居住していた。作曲家として世に送り出した楽曲は5000曲以上と言われ、船木和夫、千正夫、森正子など多くの歌手を育てた。また、遠藤本人が作詞も合わせていった作品も一部存在する。 第二次世界大戦時の1943年3月、新潟県西貫原郡、曽根町に疎開する。父が新潟刑務所の監修へ配属されることが決まり、新潟県西貫原郡内野町に引っ越しする。高等小学校卒業後、14歳で日東防石内野工場の工員となる。1948年、山の家木丸とコンビを組み、門付け芸人になる。 これが、後の作曲家人生に大きな影響を与えた。1949年7月、17歳の時に上京。様々な職を経て、ギターを携えて、流しの演歌詞になる。星幸夫のペンネームで作曲した、酒場の女が、1952年、日本マーキュリーより、破れソフトのギター流しのタイトルで発売され、作曲家としてデビュー。 発売当初、作曲者名は、清水も言うとされていたが、遠藤が友人に自作曲を自分が書いたことにして出せよと渡したらその曲が採用され、そのまま友人の作曲として世に出てしまったという。後に作曲者名は、星幸男に訂正されている。その後日本マーキュリーの専属作曲家となる。1957年、日本マーキュリーより発売された。 お月さん、こんばんはがヒット。1958年、日本コロンビアから、空立ち日記を発表し、大ヒット。その後、日本コロンビア専属になる。1965年3月、日本コロンビアとの契約を解く。同年、島倉千代子らのパトロンだった、中山光一の出資による、太平洋京株式会社の設立に加わり、専務取締役となり、 1966年には、自助伝、太陽も笑っているが映画化、太陽に突っ走れのタイトルで東映から制作配給された。1968年に中山孝一が死去すると、太平音響の二代目社長に就任し、社名を、レーベル名と同名のミノルフォンに改名する。先に創業した日本クラウンに続き、自前のプレス工場を持たず制作と、プロモーションに特化して、 アーティスト主導の運営を打ち出した、新業態レコード会社の講師の一社だった。1970年5月に社長を辞任。その後、1972年に、徳馬安義氏に買収され、徳馬音楽工業と、会社を、さらに系列レーベルの別会社ジャパンレコードと、合併して、徳馬ジャパンに改祖した。1988年4月、ハワイで心臓のバイパス手術を受ける。 当初発案していた日本音楽作家協会設立に関するもろもろを発案仲間で業界の重鎮である作詞家松百合を石本みゆき、井の又正明、弟子である当時和美等に前もって依頼した経緯がある。この時の呼びかけにより三木隆史等も賛同した。翌1989年テレビ朝日で玉木博の歌謡日本が 日本音楽作家協会の協賛で放送開始。病中ながら関連資料の監修等積極的な音楽活動に貢献。1994年、新潟県西貫原軍艦町に遠藤実る記念館、実証館がオープンした。2002年、君山当局実中受賞受賞。2003年、歌謡会から初めて文化功労者に選出された。 2008年12月6日10時54分、急性心筋梗塞のため、東京都内の病院で死去、76歳を打つ。2008年12月19日、日本国政府は遠藤に対し、数々の楽曲で大衆音楽発展に尽くした遠藤の功績を称え、死去した12月6日付で生4位に女子、朝日、重光明を授与することを決めた。 さらに2008年12月26日の閣議において2009年1月23日に国民栄誉賞を授与することを正式決定した。国民栄誉賞の受賞は陸上選手の高橋直子以来8年ぶり16人目の受賞で作曲家では小川正夫、服部良一、吉田忠氏に次いで4人目の受賞者でもあった。晩年は 再販制度廃止反対運動を行っていた園から、第三大日本共産党中央委員会議長の府は、鉄道と交流があった。2009年8月1日に、新潟県新潟市の地下街、西堀 ROSA の一角に、遠藤実るメモリアルルームが開設されている。2017年3月、新潟市西区の内野駅前広場に、 遠藤実ミノル検証費が混流された。非売品歌、村井広子。ABCD、涙の川を渡る時遠藤実地伝、巻末掲載の遠藤実ミノル作品リストを参照。AB、涙の川を渡る時遠藤実地伝14ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝28ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝30ページ。 涙の川を渡るとき遠藤実地伝42ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝60から64ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝74ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝78から79ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝80から91ページ。 涙の川を渡るとき遠藤実地伝116ページ。AB、涙の川を渡るとき遠藤実地伝116から118ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝122ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝128から133ページ。涙の川を渡るとき遠藤実地伝134から139ページ。 涙の川を渡る時遠藤実地伝141ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝169ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝168から169ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝185から186ページ。涙の川を渡る時遠藤実地伝190ページ。 涙の川を渡る時遠藤実地伝227ページ。実証館について遠藤実記念館実証館2020年7月12日。閲覧。2002年秋の助訓君,君3等以上と、在外法人、外国人助君の受賞者一覧。読売新聞2002年11月3日。長官毎日新聞2008年12月26日。作曲家。 遠藤実ミノルさんお別れの会新聞赤畑2009年6月6日、閲覧2017年イベントレポート遠藤、実記念館実召館2020年7月12日、閲覧。ありがとうございます。